電信伝承196回目の舞台は温泉県大分。別府から南東へ70キロ、津久見市与浦半島の先端にある保戸島で釣りを満喫する。マグロの遠洋漁業基地として栄えてきた保戸島、急な斜面に建物が立ち並ぶ様はヨーロッパの漁港のような景観。近海の海は国より漁獲制限が設けられ保護水面地域となっている。国が何ぼかあるんよ、日本の中に。保有ここ全体が、この漁師も、巻いたらいかんとか、大体はあれけん。で、まあ、わしがよくあるんだけど、もうこのマグロの最大の基地やけん、もともとが、この遠洋の。ほんで、やっぱりこの、ものすごくごつかったし、税金も大分ごっつらやったらしいわ。すっばらしいさあるんだ。九州の人も夢の島ってくらい人があるんだ言ったろ。ほら現この、まあ、ここの漁師がイサギとかグレ釣ってもカブラ、わしはグレがカブラで食うやって夢も見たことなかった。まあコギの針と何枚たらなると困る。ほんで糸が見た細いやっぱりな。でないとこも2013年秋にも保戸島を訪れた記載。この時はカセ釣りで多種多様な魚をキャッチ。えれえ、中太郎仕掛け。こう中太郎じゃ引かんぞ。ベラベーちゃうか、俺よっとして。うりゃ。中太郎に帰る。お。こんではないやしなけどやったぞ。あかん、弱い。赤じゃこべをやってもうたじゃないの。なんで俺今日赤じゃこ取るのこれ。もうどっかいじゃん。あ、勝手にかかっとった。え、勝手にかかっとった。なんやじゃなくて石だよ、ね、石だ。またけどですか。さらに記載は海上釣り堀に初挑戦。来たわこれ、パコン。こりゃまあ楽しいじゃないの。おい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 、おい釣れない時はこれをしましょう。バッチグーじゃないの。なあ、ほれほれ、バッチグーじゃないの。6年ぶりとなる保戸島長考。今回は豊後の海をどのように楽しむのだろうか。早っ。おはようございます。今日早く行かないと。なんでめっちゃご飯食べてるじゃないですか。大丈夫っぽいのね。どうなりますこれ、素晴らしい仕事だろ。ヘビネだよこれ。ヘビネ。多彩な趣味を持つ記載。ここ数日は卵の土の入れ替えで大忙しだったとのこと。急いで釣りの支度をし、保戸島に向けて出発。記載が住む徳島県から車とフェリーを乗り継いで大分県へ。記載一行が目的地に到着したのは夜になってからであった。そして迎えた長考1日目は強風に雨が混じる劣悪なコンディション。電信伝承では最近おなじみの見慣れた光景。前乗れ。これ最初来た時お前こんなのあったの、これお前日本の国ちゃうんかと思ったわ。建物こうやろ。ほんで九州の人はやっぱりあのここ自体の磯がやっぱ夢の磯って言われとるけどな、もともと前川が。与浦半島の先端にある港からわずか5分で保戸島に到着。港内に加瀬船を設置しているのが今回お世話になる音伝説。
この日は天気が悪いため、併設する海上釣り堀に船をつけた。しかし、今のところ記載にやる気はなし。唐揚げ。唐揚げがし。ありがとうございます。先に来ていた他のお客さんがカサゴをキャッチ。明日があるさ。早いです。あ、そう。まだ8時です。まだ折れちゃう。空き家が多いらしい。空き家が多い。うん、だけどまあ500ぐらいおるんちゃうかという。もっと少ないんだ。前学校あったぐらいがもっとおったんだ。こっち。ほら。道路あるもん、こうそう。あ、そうなんですか。うん、で、これのちょうど向こう側に、このマグロの研修センターとか。海外とか来た時のとかあって。やりました。何でしょう。ゴツには叩きおらんな。タイか。よしとも。カンクロか。今回釣りをサポートしてくれる近藤さんが早速コブダイをキャッチ。ここだけぴったり無風ですわ。近藤さん、カセ釣りってナルトでも絹やんか。もともとあんなエールとか作った人やけん。エール情報とか塩早いとき作った人だよ、ほとんど。はあ、もうすぐあのヒラメ釣りますので、ちょっとヒラメとかじゃない。ヒラメもおるんですか。ヒラメがね、大きいんですよ。7キロぐらい食うたら、このピンポン玉ぐらいのね、これぐらいの一飲みします。これぐらいのやつをボコッと食います。ヒラメのまっちゃんって言われてる。昔な。あと何があるんですか。まっちゃんタコ。タコのまっちゃん。でタコはもうアナゴが一番いいわよ。アナゴ。アナゴ開いてな。だビニールかかってグッとなるよ。これをこう引っ張らんとそのままピッ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 しょったらだんだん重くなってくる。で15ぐらい分ぐらい数えてからシュッと出すわけよ。でこれをあの今月の芝居で長くと見たくよ。あのバケット入れて塩入れて。見たらやわになる。そうだ。8月の黒だこってな、夏が一番うまい。カセ釣りでの本命はシマアジやイサキ。他にもヒラメやイシダイなども釣れるというが、今のところ反応はなし。ということで海上釣り堀の様子を見に行く記載。ここおるんだろ。あのブリが浮いてくると思うけどな。いやー、海の色はええけんのな、見た感じは。いや、いろいろ入ってるんですけどね。はい、最初にグレが浮いてくるんですけどね。へえ、あ、そう。ああ、そういうことは水温低いんやからな、ちょっと下がったんやからな。あ、わかったわ。何ですか。今日休みだわ。定休日。あ、また雨降ってきた。ぐらいがまだ雨降ってきた。ああ、ここじゃ。以前校内にあったシマアジの養魚場は撤去されたとのこと。こうした影響もあるのだろうか、なかなか本命のあたりは訪れない。もう最初はシマアジの人いっぱいしとったやろ。限度な、やめたら減るぞ。ちょっとやっぱりどうしても今いうふうにホコで中で卵を産む。それでホコがだろ出てるんだ。ホコの中、ホコで生まれておけんホコでおるんやな。水温が低くてもあれかな。これやめたら減るわ。だからで前最初来た時カメラ入れてしたら一つの世界の水族館をしとんやけど、そしたらこの天然がうじょうじょったんや。だからここで生まれて育って女になってうじゃうじゃと。はあ、であの鳩も浮いとるだろ。これで下抜けとるけんしよって抜けるん。あれ二足にそんなあかんもんね。
なんかあれずーっとこうだったんよ。なんから何やら水産っていうとこがこの、あっこの権利を買うて派手に払うて、で島ありしとった。水温が上がる初夏からは天然の島アジ釣りも楽しめるとのこと。しかし記載は加瀬よりも海上釣り堀に興味津々、深瀬釣りで狙ってみるようだ。名人の受け釣りみたいな。いやいやもうこれが楽しみで。いやいやいや。先に竿を出した近藤さんが早速島アジをキャッチ。島アジ大きいわな。会場今いいですよ、湧いてますあ。イケスの中にはシマアジやマダイなど高級魚がいっぱい。仕掛けなどに規則があるためルールを守って釣りを楽しもう。まあまあここでピュッと放るけん、まあどこでも釣るわ会場で。どれどれ、とりあえず実験オーバー、実験オーバーしてみようかな。いやいや、まあまあこれまだ遅い速度が、流れがないけんかな。ボイルを差し柄に島アジを狙っていく。おお来た、あか、早すぎた早すぎたじゃんけ、食い逃げや、チキショウ早すぎたわマジに。調整ができてないのこれ。これちっちゃいナンバーに持ってきましょうか。いや、ま、大丈夫、みんな持ってます。持っとやけどな。入った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 。違うんか。あ、浮き上げになるん。全誘導にしちゃって。あー、食いの悪いやつ。どれ、竿の操作で差し柄を一度上げ誘いを入れてみる記載。あ、やめた。ああ、やった、やった。今度はかけた。本命のシマアジのようだ。弱らんな、なかなか。おお、ミチーとハリスともに 2.5 号。根ずれする心配はないが引きの強いシマアジ。記載は魚とのファイトを楽しみながら少しずつ距離を縮めていく。あ、群れが通るわ。うん、強いな、やっぱり。ハハハ、ああかわいそうに。ポーズせえってか、お前。ポーズしましょうよ、せっかくだから。太鼓のある島アジをゲット。もうええか、風で振られるじゃん。もう一匹釣ったけ休憩するわ。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。